弁当用意してますよ。各ファミリア代表揃ったな。ではこれより定例のイビルス対策会議を始める。その前に現状の体たらくは何だお前たち。連日のように襲撃は絶えず、つい先日には大規模の奇襲さえ許しおって。さっさと害虫を駆逐してえならイビルスも追ってダンジョン攻略も進めろなんざ、間抜けな注文を押し付けるんじゃねえ豚が。遠征に行った帰りに都市中を回らせやがって、頭の中身まで畜生に変わりやがったのか。仕方なかろう。ゼウスとヘラが消えた今、都市の内外にオラリオの力を喧伝するのは急務でなければ、第2第3のイビルスを生み出しかねん。ダンジョンの未到達領域にたどり着き、オラリオの意向を示さなければ世界にも余計な混乱が。てめえの趣味の悪い椅子が五条大事だと素直に吐き上がれ。その油切った体で権力にしがみつきやがって。アレン、やめよう。話が進まない。率先していがみ合う必要はないはずだ。その口で俺の名を呼ぶんじゃねえパールーム、虫ずが走る。意思の疎通さえできない眷属の態度、神フレイヤの品性が疑われるな。殺されてえのかハムシ。もうすでに帰りたい。なんでしょっぱなからさっきで満ちてるんですかこの会議。ロキファミリアとフレイヤファミリアの険悪さはいつも通りでございますから、気にするだけ無駄かと。そもそもなんで派閥会議に私が駆り出されるんですか。殴る。絶対にあの主審と団長を殴る。ロイマンをかばうわけではないが、先の奇襲を食い止められなかったのはわしの責任だ。詫びのしようもないわ。白昼堂々、しかも往来の中心での突然の強行など、予想できていたとしても止められるものではない。ましてやアラクニアの仕業となれば。フィンや我々が想定していたのは爆発物による混乱。ガレスたちに不審物に注意するよう伝えたのが仇となってしまった。爆発物？どういうこと？一連の工業区の襲撃において奪われておった撃鉄装置、あれの用途は爆弾の製造ではないことを踏んでおったということじゃ。スイッチを取り付け、誰でも作動できる爆弾と化せば十分脅威になりうる。それこそ魔石製品を扱うようにな。魔剣やマジックアイテムとも異なり、戦闘の心得のない信者でも設置及び作動できる。警戒していたのだが、山が外れたか。あるいはまだ切り時ではないと溜め込んでいるのかだ。なるほど、理解いたしました。どうせなら先に情報を共有しておいてほしかったものですが。あくまで予想に過ぎなかったというのが一点。もう一点は、警備を厳重にするあまり敵の動きを誘いにくくしたくなかった。勇者様の中ではあの奇襲さえ予定調和であったと。犠牲者の数もソロ版で弾いて賞を切り捨てたので。被害の規模までは読めなかったと言っても言い訳にしか聞こえないだろうが、おかげで敵の本体を叩くことができた。大した勇者がいたもんだな。まったくだ。常に選択を迫られる今の状況と、それを覆すことのできない自分がつくづく嫌になる。はい、
この話題やめやめ。私こんな不景気な話聞きたくないわ。嫌な気持ちになってお菓子をやけ食いしてしまいそう。アリーゼ・ローベル、あなたという人は。だってそうじゃない。みんな都市を守るために最善を尽くしているのに、それを責め合うなんておかしいわ。反省するところはする、いいところは称え合う、それが正しい話し合いというものよ。子供にだってわかるわ。ふふふ、相変わらず全く物おじしない娘よ。しかしその通りだ。ち、正論ばかりほざきやがって。反論できないのなら悪態をつくのは控えておけ。彼女の正論こそ今においては最も建設的であり、有意義な提案だ。清く正しい私の前に第一級冒険者さえひれ伏したわね。ふっふん、さすが私。団長、頼むからこの場で調子に乗るのだけはやめてくれ。明るい話はあいにくないが、彼女の言う通り建設的な会議をしよう。まず、シャクティたちが制圧したダークマーケットについて情報の共有を。来ましたね。僕だって。ファイアボルト。正義は終わらない。今日まであった事件および伝達事項はこれくらいかな。誰か他に共有しておきたい情報はあるかい？イビルス側に最低でも一人手だれがいる。おそらく生粋の戦士。ああ、例のアダマンタイトの壁を破壊されたっていうあれね。でも交戦したわけでも姿を見たわけでもないんでしょ？確認する必要もねえほど離れ技だった。それだけだ。少なくともイビルスの幹部どもができる系統じゃねえ。精査する情報は少ないだろうが、オッタル、敵のステータスを仮定するとしたらどれほどになる？レベル6以上以下はありえん。あ、王者と同じ。我々も倉庫制圧の際、素性不明の女と遭遇した。魔導士、あるいは魔法剣士だと思われる。直接の被害はなかったものの、私を含めた総勢30の団員が手玉に取られた。ガネーシャ・ファミリアを一人で？どこの所属の魔導士だ？オシリス・ファミリアの例もある。第一級冒険者並みの戦力を隠し持っていた可能性は捨てきれんの。後者はともかく、前者の戦士がイビルスに組みしている可能性は高い。各派閥、独断行動は避けるようにしてくれ。さて、最後になるが、本題に入る。ヘルメス・ファミリアの偵察によって、イビルスの新たな拠点が見つかった。あ、廃棄された施設を利用しているようです。これまでとは異なり、かなりの規模。それも3つ。内部までは探れませんでしたが。一般人を装った見張りの数から言っても相当に匂う。おそらくは本拠地と言っても過言ではないでしょう。そこでこの3つの拠点を同時に叩く。一つはアストレアファミリアが行くわ。まだ僕は何も言ってないよ。本拠地に突入するファミリアを募るんでしょ？
ロキファミリアとフレイヤファミリアが散らばるのは当然として、残り一つは余る。なら、私たちが受け持つわ。機動力なら負けはしないもの。フィン、我々もアストレアファミリアと連携する。それならば頭数も十分だ。いいだろう。なら予定通り一つは僕たちが、もう一つをオッタル頼めるね。いいだろう。話の腰を折るようで恐縮ですが、罠の可能性は？それも見越した上で動く。突入部隊に十分な戦力を割くことはもとより、他の区画にも目を光らせる。ヘファイストス、イシュタル、ディオニュソス、すべての有力派閥に協力を要請する。ロイマン、そちらは任せた。仕方あるまい。都市に平和をもたらすためだ。ヘルメスファミリアは都市全域に警戒を。異常があった際、迅速な情報伝達を頼む。了解しました。派閥の者に徹底させます。さて、察しの通り、これは大規模な掃討作戦になる。拠点が発覚した今、放置の選択肢はない。こちらから打って出る。作戦の開始は3日後。敵に蹴取られないよう準備には細心の注意を払ってくれ。ここで戦局を決定づける。任せてちょうだい。やってやるわ。それでは解散。ギルドの内通者から報告が入った。敵の掃討作戦は3日後。でかしたぜ、あのアバズレ。イビルスの信者様様ってな。敵の懐に潜り込ませてから何の報告もさせねえ。一度きりの密告。5年前から仕込んでた甲斐があったぜ。患者を放ってきながら今日まで連絡を絶っておくとは。普段は型破りそのもののくせに、随分と辛抱強い一面もお持ちですね。バカ、ここぞって時に切るから切り札っつんだよ。ましてやフィンは元より神々を出し抜くんだ。怪しい真似して目をつけられた時点で嘘なんて見抜かれる。なら目につかねえほどコソコソさせるしかねえだろ。それよりも顔なし、てめえの出身はどこに行った？計画の発起人だろうが。さてさて、あの方もご多分に漏れず神なので、今も一人でふらついているのではないでしょうか。黒幕は黒幕らしく椅子の上にふんぞり返ってやがれ。落ち着きがねえ。まあいい。つうわけだ、宴は3日後。準備をしといてくれよ。本当の切り札さんがだよ。細かいことは感知せ、その時になったら呼べ。どうせこの身を戦場でしか役に立たん。それまで腹を空かせておく。百を語らず一刀のみで存在を証明する戦ガキ、恐ろしい御仁がいたものです。てめえらがいねえと話にならねえからな。あのデタラメなイノシシ野郎と道家の連中をぶっ潰して。うるさい。
は？耳障りを通り越しておでえそのものだ。貴様の声は気分が悪い、吐き気がする。今すぐ口を閉じろ。この女、私は粛々と利用されてやる。ならば貴様らも黙って利用されろ。そのあたりにしておけ。我々はすでに同志、目的は違えど辿る過程を同じくするものなのだから。ついに我が主の念願叶う時、オラリオの崩壊はすぐそこだ。君たちの正義とは一体何なんだ？決まっている。私たちの正義は私たちが胸に抱くものとは。リオン、見つけた！アーディ、いきなり抱きつくのはやめてください。危険だ。ごめんごめん、どうしても抱きつきたくなっちゃって。今は一人？ええ、町の巡回中です。作戦を気取られないためにも普段と変わらないことをしようとアリーゼたちと決めて。そうなんだ。私もね、さっきまで仕事をやってたんだ。制圧したダークマーケットのリストの作成、やっと終わったよ。ねえ、聞いてよリオン、押収した品の中に君の里の大聖樹が。何かあったの？いえ、特に何も。少し考え事をしていただけで。そういうのはいいから。リオンは嘘はつけないし、隠し事も下手なんだからさ。アーディ。話してみてよ。それで、私と一緒に悩もう。炊き出しがあった日に、そんなことがあったんだ。ごめんね。あの時、力を貸してあげられなくて。あなたやシャクティは、ブレイバーの指示で敵の別部隊を叩いていた。罪悪感を抱く必要はありません。それにしても、エレン様って、なんだか思ったより意地悪な神様？意地悪で済むのでしょうか。下界を楽しむ神の推挙といえば、確かにそうなのでしょうが。私は、好きな女の子にちょっかいを出す男の子みたいに感じたけどな、リオンの話を聞いたら。どうしてそうなるのですか？あれは決してそんなものではない。そんなものでは。もし答えられないのなら、君たちが正義と呼んでいるものは、やはりとても歪で、悪よりも、醜悪なものだ。アディ、真の正義とは、何だと思いますか？難しいな。
答えは人それぞれだと思うんだけど、神様は違うのかな。私はお姉ちゃんより頭が良くないし、こういうのって考えれば考えるだけ沼にはまっちゃうような気がする。だからさ、こんな正義はどう？すべての武器を楽器に。武器を楽器に。そう、剣や槍は吊るしてツリーチャイム、盾は2枚揃えてシンバル代わり、大砲なんかは空砲でドラムにならないかな。誰かを傷つける武器もみんなを笑顔にする何かに変えちゃう。リオンもそれくらい簡単に考えればいいんだよ、私みたいにさ。アーディ、それは嘘だ。私なんかよりあなたの方がずっと深く重く正義について考えている。あの時もそうだった。おじさんがさっき言ってたことも間違いじゃない。私たちが正論を言えるのは私たちが力を持ってるから。だからじゃないけど、リオン、許すことは正義にならないかな。私が杓子定規の正義を盲信し続けようとしていた一方で、あなたは普遍の正義のありどころをずっと探っていた。そうだね、正義って難しいよ、リオン。押し付けてはいけない、背負ってもいけない、そして秘めているだけでも何も変えられない時がある。真の正義なんか本当はないんじゃないかって、そう思っちゃう。アーディ。難しいことなんか考えないで、誰も傷つかないで、みんなが笑顔で幸せになれればいいのに。彼女の願いは子供じみていて、何よりも尊かった。とても簡単で、難しいものだった。神々は私たちを導いてくれる。しかし決して、答えは教えてくれない。これは私たちの物語。そう告げるかのように手助けにとどめ、この旅を見守り続ける。どこまでも続くと知れない旅路の中で、私たちが答えにたどり着くことはあるのだろうか。でもね、こんな風に立ち止まっちゃった時、私は自分に正直になることにしてる。今、自分が何をやりたいんだろうって。だから、私の今の正義は、やっぱり、リオンを笑顔にすることかな。リオン、踊ろう！ここで！は？アーディ、一体何を？なんだなんだ？道の真ん中でエルフとヒューマンがいきなり。冒険者様が踊ってる！アーディ、待ってください！どうしてこんなことを。
昔の英雄は言ったらしいよ。童話のアルゴノートに書いてあった。さあ、踊りましょう、麗しいお嬢さん。愉快に舞って、私に笑顔を見せてください。は?私の好きな物語。みんな、笑顔になればいい。そうさ、これが私の正義の実践。変な奴ら、なんて思ってたけど。ああ、なんか、いいな。いいぞ、姉ちゃんたち!冒険者様、綺麗!ほら、みんなも笑い出した。手拍子、足拍子、どんどん盛り上がる。衆目にさらされているあられもない姿を、こんなもの私にはただの恥ずかしめです。ダメ、リオンが笑うまで踊っちゃうもんね。そんな。やけに賑やかな声が聞こえてくると思えば、何をやっているのですか、あなたたちは。あ、アスフィー、君もどう?リオンと一緒に踊ってるんだ。私は遠慮しておきます。故郷で舞踏はもう散々踊ったので。あ、アンドロメダ、助けなさい。無理です、私にはアーディを止められません。それに珍しいあなたの姿を見たいので、じっくり見物させてもらいます。アンドロメダ。リオン、正義は巡るよ。え、たとえ真の答えじゃなかったとしても、間違っていたとしても、姿形を変えて私たちの正義は巡る。柔らかいものが頑固なものになってたり、優しかったものが冷たいものに変わっているかもしれない。それでも私たちが伝えた正義はきっと違う花になって咲く。もしかしたら花じゃなくて星の光になってみんなを照らすかも。私たちが助けた人が他の誰かを助けてくれる。今日の優しさが明日の笑顔をもたらしてくれる。私はそう信じたいんだ。アーディ。だからリオン、笑おう。巡っていく正義のために今日を笑おう。正義は巡るですか。私も忘れないようにしましょう、この夕焼けの言葉を。団長、全員配置に着いた。そう、分かったわ。
敵には気づかれていない？現状そのような気配はない。逆に静かすぎて何かあると勘ぐりたくなるほどだ。そう、でも行くしかないわ。今日何としてもイビルスの拠点を落とす。アーディ。何リオン。いえ、勝ちましょう。うん。オッタル様、アレン様、本当によろしかったのですか？ヘグニ様およびヘディン様、そしてアルフリック様たちを置いて。エルフとパルームのテナンザいるか。このイノシシがいるだけでそもそも過剰だ。予備隊の指揮は全てヘリンに委ねる。有事の際は奴の指示を仰げ。はっ。ご分を。黒煙と同時に引き潰す。止めるんじゃねえぞ。ああ、殲滅するのみだ。フィン、作戦準備は完了した。三拠点の同時突入まで間もなく。どうした？親指がうずいてる。いつもの勘か？ああ、8年前暗黒期が始まってから常にうずいていたけれど、今日のそれは一番強い。どうする？行くしかない。先延ばしにしたところで意味はない。万全の準備を済ませたのなら、あとは乗り越えるか砕け散るか、二つに一つだ。時間だ。突入。出たな。気をつけるにゃ。ファイアボルト。うおうおう。施設を制圧するわ。ネーゼ、マリュ、イスカたちを連れて散って。私たち本隊は奥まで行く。一人たりとも逃すな。全員無力化し捕獲しろ。あとは上、くんぞ。任せて。青二歳、右を得る。逆は私が仕留める。言われなくとも。参ります。気をつけるにゃ。出たな。頑張るにゃ。ファイアボルト。空を渡り
何者よりも遠く走れ。星屑の光を宿し敵を撃て。ルミナスウィンド。まあどうしてもねえのに、相変わらず馬鹿げた砲撃。敵もあらかた吹っ飛ばしたし、こりゃ楽勝だぜと言いてえ。ああ、うまくいきすぎている。やはり罠をこさえているか。敵の拠点であるなら防衛手段の存在は叱るべきではあるが。だとしても作戦続行よ。相手も施設内の人員を大勢失ってる。このまま最後まで畳みかけるわ。道が開ける。最深部。よう、来たな。アラクニア。やったにゃー。ミャーのおかげだにゃ。装備に抜かりはないな。フィンがいねえ。チッ、ハズレだぜ。あのアバズレ、適当な情報をよこしやがって。にしてもここまで来んのが早すぎんだろうがよ。電光石火どころじゃねえぞ。ったく。言葉と顔が一致してねえぞ。汚ねえ笑みくらい消しやがれ。何を隠してやがる。さあな、てめえらをぶち殺すための算段じゃねえか。バレッタグレーデ、施設内は制圧した。兵士もほとんどを捕らえている。おとなしく投降しろ。そのセリフに、はいそうしますとうなずく悪党がいるかよ。出ろてめえら。伏兵。まだこんなに。遊んでやる。行きますよ。負けさせないよ。出たな。僕だって。うわ。来ましたね。負けさせないよ。ざけんじゃねえぞ。のけ。乱戦、最後の抵抗というわけですか。くせ、超くせ。私はフィンじゃない。どうしようもなく匂う。やるじゃねえか。あの女、何を企んでやがる。な、子供。こんな幼い子まで巻き込んで。ナイフを捨てて。戦っちゃダメだ。君みたいな子に武器を持たせる大人の言うことなんか聞いちゃいけない。
私は君を傷つけたりしないよ。さあ、こっち。いや。神様。お父さんとお母さんに会わせてください。嘘。まさか自決した。出るか、タナトスのクソ野郎。てめえがたぶらかしたガキが冒険者を道連れにしたぞ。嘘だ、そんな嘘だ。アリーゼ、カグヤ、倒れてる連中から離れろ。吹き飛ぶぞ。主よ、この命どうか愛しき者のもとへ。火炎石に撃鉄装置の機構、上々じゃねえか。誰にでも簡単に扱える自決装備の完成ってな。クソが、クソ誰が、てめえ仲間を全員。ようやく気づいたか。施設を制圧、兵士を捕らえた。関係ねえよ。なぜならそいつらは戦力じゃねえ、ただの花火だからな。なんだ今の爆発は。団長たちは無事なのか。おい、お前何をして。この命をもって罪の清算は。ナイン、アシタ逃げて。連鎖して一発目が合図だ。もう止まらねえ。じゃあな、冒険者だ。くたばりやがれ。全敵兵士正規爆、施設が持たない。建物ごと私たちを押しつぶして。シャキティ、ライラ、カビア。
脱出！分かってる。ディオ、よせ！やめろ！ハーディ、ハーディ！アホ、行くな！生き埋めになるぞ！でも、ハーディがあそこに、まだあそこに一人で。アリーゼ、待って！ライラ、カグヤ、待って！ハーディが、ハーディがまだあそこにいる！シャクティ！ハーディが、ハーディが！アリーゼ、行け！脱出する！アーディ、アーディ、みんな。うん、何が起きとる？あの煙はなんなんや？ロケ！都市から爆発が起きて。何やと？まさかフィンラが攻め込んだ拠点からか？違うっす。ラオル？拠点だけじゃないっす。被害は？5人やられた。よくもあの方の所有物を。おい待て、いつまで続いてやがる。まさか。負傷者はリベリアのマジックサークルまで移動。治療を済ませろ。部隊を再編する。急げ。お主が敵の装備に気づいとらんかったら一人二人失ってたな。だがな、俺は。ああ、町の様子がおかしい。いうことがバレた。この拠点に仕掛けられていたのは罠じゃない、のろしだ。狙いは僕たちじゃない。敵の標的は。敵の標的は都市そのもの。オラリオが。おかげだにゃ。